290番です。まず AB 管に 100V の直流電圧をかけます。十分時間が経過した後のコンデンサーのエネルギー、静電エネルギーを求めましょう。こんな回路になります。十分時間が経つとコンデンサーには電気量がたまります。この状態でコンデンサーは満タンですから、もう電流は流れていません。キルヒホフの法則で一周回ると0V から 100V 上がって平地を歩いて、ここ平地ですね、電流流れていませんから、で滑り台を降りました元の場所ですから、コンデンサーの電位差が電源電圧と等しくなります。ここ 100V になりますという回路です。溜まってるエネルギーの計算をしましょう。2分の1 CV の2乗2分の1、コンデンサーのキャパシタンスが 5×10⁻⁷ 乗、電位差 100V ですから 10⁴ 乗、これを計算すると 2.5×10⁻³ 乗になります。2番です。1の続きでスイッチ S を閉じて十分時間が経ちました。さあどうなってるでしょうね。ここを閉じてからすぐはここに電流流れてきますから、コイルは嫌がります。現状維持波ですから誘導起電力、逆起電力を発生しますが、十分時間が経つともう導線になって電流をドバッと流しています。つまりコンデンサー側には電流が流れ込まない、電位差ができない。回路はこのような状態です。1アンペアが流れ込んでいるんですが、すべてこちらに行きます。こちらには流れ込みません。理由はこのコイルの両端間の電位差がゼロなので、ここにもプラスやマイナスが溜まって電位差ができることはありません。抵抗値 R を求めようという問題ですが、ここから0から 100V 上がり、階段を 1×R 降りて平地を歩いて元の場所、R は100オームとなります。3番です。AB 管に交流電圧を加えました。電流計 A2 に20アンペア。こちら側、コイル側に20アンペアが流れている状態です。行ったり来たりですね。この時に L に蓄えられているエネルギー、コイルのエネルギーは Li2乗。ここに代入しましょう。2分の1、L は 5×10⁻³ 乗、 I が20アンペアですね、の2乗。これを解くと1ジュールとなります。S を閉じた状態で AB 管に加えた交流電圧の周波数 F とすると、リアクタンスを求めましょう。Pi と F を使ってよろしいということです。まずコイルのリアクタンスは 2πfL ですので、代入すると 2πf×L が 5×10⁻³ 乗です。したがって πf×10⁻²⁸ オームとなります。コンデンサのリアクタンスは 2πfc 分の1ですから、2πfc に代入すると 5×10⁻⁷ 乗分の1、 πf 分の10になりますからマイナス6乗、こう上に来て6乗オームとなります。5番です。 S を閉じた状態で交流電源に AB をつないで、F を変化させると F0 の時電流計 A1、 ここに電流が流れない。ここでですね、コンデンサとコイルの間でクルン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 という共振電流が流れているようになるわけですね。 L と C の値をうまく調節するとクルンクルン流れるわけですね。こっちへ行く電流とこっちへ行く電流が逆向きで等しい量になるわけです。また反対向きにクルン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 回ります。その時の F の値は 2πLC 分の1です。ここに代入をしましょう。 L の値が
5×10−3乗、 C の値が 5×10−7乗、 これを計算すると 2π の5が出て、10−10乗ですから 10−5乗分の1、つまり π 分の10の4乗ヘルツとなります。